踊ったらチャンネル登録よろしく。チャンネル登録ありがとうね。チャンネル登録ありがとうね。チャンネル登録ありがとう。ごきげんよう、たかぽぬです。さあ今回もダブルアクスやっていこうと思います。さあ今回はね、城から脱出するというステージで遊んでいこうと思います。いや、なんかこのステージ上になんか串刺しトラップが仕掛けてあるね。お化けにも襲われるのかな。今日もバラバラになりそうだね、体が。まあやっていきましょう。うわ、なんか殴られた。始まったぞ、この超危険な城ね。早速危険な状態なんだけど、ちょっと待って、顔が繋がってる。何これ。あ、よかった、なんとか取り戻しました。ということで始めていこうと思います。いや、このなんかね、顔の真ん中にカーソル当てるの好きなんだよね。なんか鼻みたいでいいよねこれ。よし、まあやっていきましょうか。さあ、外は、なんか海っぽいね。海のど真ん中に建てられた城なのかな。あ、友達の、のび太がいる。のび太って勝手に名前つけちゃったけど。さあ、ここから、おっと、なんか早速トラップが。普通に脱出できちゃったね。あ、友達の、ホイケルが捕まってる。ホイケル、いつか助けてやるからな。待ってるんだぞ。さあ、端から通っていきましょうか。ここには誰もいない。さて、あ、鍵ゲットした。よし。一応これ、持っていきましょうか、鍵。多分今後使うと思うんでね。で、これセーブかな？セーブしっかりとして。さあ、あ、この扉はいけないね。よし。早速、マグマトラップ。うわあ！そこ沈むのか。てか服がボロボロだな。今までどんな目に遭ってきたんだろう、もうこれ。ちょっと待って。うわ、大丈夫か。自らマグマダイブしてたぞ、今。よーし、みんな待ってくれてた。さあ、行こう。いやー、とんでもない城だな。マグマがあってね。だいたいロブロックスの世界って、マグマあるんだよね。よし。しっかりここでセーブして。さあ、行きましょうか。さあ、おっと、なんだ？これは、おっと、そういうことか。壊れるパターンの道ね。みんな、よしよし、お、大丈夫か？ああ、また落ちてったぞ。よく落ちるな。僕の視聴者なんだと思うんだけどね。よく落ちていくね。よし。さあ、乗り越えて、今進んでいきましょう。猿のように登って、そしてしっかりセーブして。さあ、あ、また友達がいるね。友達の、ポニー。よし、ありがとうな、教えてくれて。英語は読めないけどね。さあ、早速串刺しされた。トラップあるから気をつけろって言ってたのか、ポニー。あれ、ポニー？あれ、ポニーが消えたんだけど。なんかバラバラになってない？ポニー。腕だけが落ちてる。あれ？あ、ポニーの声は聞こえる。怖いなぁ。よーし、乗り越えていって。さあ、ここもね、一気にいっちゃうか。あはー、顔が、ぶっ飛ぶ。ちょっと今のアマットが良かったね。すげえ笑顔だなぁ。やられたいのに。オッケー。さあ、ここもみんなが待ってくれてる。よし、なんとか来たようだ。今回、あ、エモート使えるみたいだね。お、手振ってる。よしよし。さあ、これ、だいぶ僕の視聴者さんも増えてきたね。さあ、進んでいきましょう。終わった、なんだなんだ、なんか、来た、鎧の奴らが、いや、奴だ。鎧の奴が来たぞ。こういう敵もいるのか。おっと、ちょっと待って、生きてる生きてる。めちゃくちゃぶった切られてるけど、生きてた。あれ？これ知らないのかな？普通に来てたんだけど。よし、まあ登っていきましょう。
すごい螺旋階段。そして、おっと、鶏になった。なんだ？こっから鶏で、待って、一応セーブしとこう。鶏になって進むっていうことかな。なんだ？これは？ああなんか、食われた。箱に食われたね。あ、ここで鶏になるのか。で、これは？おお、トラップだらけの部屋だな、これ。あ、これ鍵が必要。さっき、鍵ゲットしたけど。あれ、どこで使うんだ？あれ、仲間が食われた。あれ、この隙間、くぐれないか。鶏ならいけそうだと思ったんだけどね。一回これやられるしかないか。多分鶏の状態だと進めないと思うんだよね。で、ここで、鍵。あ、これかな、鍵。あれ、鍵持ってんだけど使えないね。あれ、これどうやって使うの？あ、開いた。よーし。なんとか進めた。みんな、さあ行くぞ。こっち行き止まりだな。見るからに行き止まりだったね。そして骨が落ちる。この城に脱出できなかったものの骨だね、あれ。首取れた。あそこトラップあったか。あっと、オッケー。よし、くぐれた。さあ、ここは、あ、このロープに触れちゃダメってことね。ね。ここはゆっくり待って。よし、まだ進め、オッケー。先へ進むか。みんな、ついてくれてるか。よし、登っていって。いや、もうトラップだらけの城だね。さあ、ここは、毒の下水が流れてるよ。おっと、友達がバラバラになってた、今、横で。怖いな、横で友達がバラバラになるって。ここも気をつけろ、落ちたら、毒まみれになるぞ。よし、乗り越えて。いや、この人どうなってんだ、もう。ぞ。あ、鶏で。鶏で進んでるやつもいる。あーっとな、また来たぞ。よし、断固で起きて。おっと、え？登ってきたぞ、こいつ。よいしょ。あ、今回は落ちてったかな。ところどころいる鎧の騎士も危険だね。まあ、なんとか、一つずつ乗り越えていこう。さあ、ここは、一旦セーブして、あ、ヒゲじいさんがいる。待て待て。50年後の僕みたいになってんな。50年後も僕、白ひげ生えんのかな、このキャラね。よし、まあやっていきましょう。ここは、あ、レーバー引くと、あ、下がるってことね。落ちたよー。あ、もうなんかみんな先行ってた。よし、レーバー引いて。これ隙間があるから横通っていくのがいいのかな？こういう感じで。よし。あれー、いや、こんにちは。レバー引いて。ここだね。しっかりここをジャンプしながら乗り越えていって、オッケー。さあ、来ました。ちょっと、こいつ、ふーって落ち着こうと思ったら、騎士のやつがいて、めちゃくちゃいる。めちゃくちゃ湧いてきてる。逃げろ、逃げろ。さあ、登っていって、そこでセブ。よし、止まらず進んでいこう。おっと、トラバスミ。これにだけは口出しにされたくないね。よし、乗り越えて。さあ、登ってく。みんな、ついてこれてるか？よし。おお、登ってくるね。さあ、みんなついてきてくれてるようだ。ここにもいるね、騎士が。来たぞ。よし、一旦巻いてと思ったら消えたね。存在が消えたね。騎士の存在が。さあ、ま、登っていきましょう。よいしょ。あっと、これは、なんだ？あ、なんか、YouTube って書かれてる。なんだ？ YouTuber の人なのかな？ YouTuber が作ったステージなのかな？おー、すごい作り込まれてるね、今回。さあ、ジャンプで乗り越えていって、壺を破壊。そして、猿のように、登って、あれ？よし、登っていって。
いいだぞ。さあ、ここは一旦待ってセーブして、あっと落ちてったぞ。あー、やばいやばい。まだ大丈夫。あ、じゃ、みんな、ロープに触れたらトラップが発動するっていうとこだね。よし、乗り越えて。よいよ。おっと、落ちた。大丈夫か。さあ、行くぞ。ほい。ほい、よいよ。そう、おっと、みんな待ってくれてた。さあ、こうね、ゆっくり進んでいきましょう。ロープに触れないように、行けた。なんとか乗り越えたね。さあ、セーブして。おっと、またマグマが。落ちたら、溶けちゃうね。すごい構造になってんね、この世界。よし。まあ、溶けないようにね、慎重に進んでいきましょう。いや、こんにちは。いや、こんにちは。タコの帽子かぶってる人がいるね。いや、いいな、タコ。僕、未だにハゲ。ずっとハゲ。よし。ハゲもね、頑張るよ。さあ、乗っていって。さあ、ここは、なんだ？行ったまでセーブして。さあ、あ、また誰かいるね。それから、おっとギリギリ、やられました。なんだ？なんかみんながいる。待て待て、これ何？動けないんだけど。ちょっと待って、なんか挟まった。今僕どこにいんの？壁の中埋まってんだけど。それで、今、さっき、一気に、みんなが死にすぎて、なんか変なところに、スポーンされたね。ちょっと待って、完全ハマった。これ何？動けないんだけど。あれ？あ、動けるようになった。おー。あ、よかった。友達も無事だね。ちょっと待って、こういうトラップもあるのか。ハマるのとかやめてほしいよね。おっと、ここは危険だぞ。よし、今だ。さあ、あ。これ一人ずつ行った方がいいのかな？よしよし。さあ、あった。まあ次か。次ちょっと積んでいこう。さあ来た！行くぞー！さあ、登っていて。よし。これはこっちかな？ほい、ジャンプして。もうちょい、あれもうちょいだったのに。多分ね、ここ、誰か一人でも落ちたら、トラップが発動すると思うんだよね。みんなで行くと危険だな。一旦ちょっと待って、様子見よう。さあ、いよいよ。あ、なんだか行けてそうだねな。みんな待ってんね。みんな、様子を見守ってるね。よし、じゃあそろそろ行こうかな。いいよ。落ちないように慎重に。落ちないでくれよ。よし！なんとか乗り越えた。いや、ここ、めちゃくちゃ難かったね。あ、よく乗り越えたな、みんな。ここいてなんだ？そろそろ、最終地点なんじゃないかな。さあ、この口の中に入ります。喉の奥をくぐっていって、さて、胃の中かな？なんだ？あ、これ脱出するっていうこと？あ、みんなでイカダに乗る感じだね、これ。よーし。みんな、あ、出発したぞ。みんな落ちてる。大丈夫か？さて、振り落とされないように。あー、待て待て、ちょっと待て。あー、砕けた。なんだこの絶壁だな。あ、こっちに船あるね。こっちに乗るべきだったか。よし。これならいけるよね。この頑丈そうな船。さあ、出航だ。みんな、振り落とされるように気をつけてね。気をつけて、助けて、誰か助けて。振り落とされた。これね。あ、ここか。ここに座ればいいのかな。さあ、今度こそいけるでしょう。おお、すごい揺れてる。さあ、いけるまだ。うわー、残ってる。もう座席しか残ってない。なんとか、ここまでたどり着けたような。
僕大丈夫か？僕大丈夫？あ、大丈夫だよ。おっとだなだな。何かが砕けたぞ。さあ、次は、止まって、騎士がいる。来た来た。あれ？あ、これプレイヤーね。なんだ。よし、それからスイッチをして。ここはなんだ？あ、騎士がまたいる。避けていって、レバーがあるね。レバーを引いて。あ、何か現れた。これ入っていいの？あ、しまった。おー、大丈夫か？あれ？外側いるよ、一人。一人乗れてないけど。あ、落ちちゃった。さあ、おーっと、なんだ、ちょっと待って。何これ？どうなってんの？え？なんか上の方来たよ。エレベーターの上の方来たよ。待って、これ潰されるんじゃないかな。大丈夫か？おー、落ちてった。どういうトラップだ、ここ。次、どこ行けばいいんだ？え、なんか、あるのかな、これ。あっと、あ、しよう。覚悟しよう。さあ、この地獄のエレベーターに乗って、進んでいきましょうか。待って、怖い怖い。すごい、なんか、揺れてる揺れてる。なぜ？なぜ透き通る？このエレベーター、たどり着けないぞ、なんか。あ、そこのレバー引くと、エレベーターが下ろされるから、レバー、引かない方がいいね。おい、ちょっと待って。あ、レバー引いちゃったか。待って、頼む。誰もレバー引くなよ。レバー引かないのを祈って。レバー引くとね、多分戻されちゃうと思うんだよね。誰かレバー引いたなぁ。そうで、これ、プレイヤーがいればいるほど、難しいっていうステージだね。協力しないと進めないっていう感じか。ちょっとこれは、大丈夫か？ギリ乗れてる？中には入れてないけど。いよいよ、あ、え、あ、ちょ、まだいける。みんな、協力して進もう。さあ、今度こそ行くぞー。ちょ、おっと！ついにたどり着けたエレベーターの上乗ってたけどね。なんとか乗り越えた。さあ、次、進んでいきましょうか。ここはね、あ、今、おっしゃってた。四角いスイッチを押すと、トラップが発動するっていうことだね。ってことは今だ。今進んでいって、よいしょ。ほい。オッケー、いけた。あ、ごめん、なんか、最後、押しちゃってたかな。最後の最後でトラップあんだけど。さあみんな、大丈夫か？ここも一人ずつ行った方がいいんじゃないか？すごいトラップが発動されてんだけど。永遠に行けなさそうだね。あ、だいぶ、集まってきたね。お、進んでいきましょう、じゃあ。よし。で、一旦ここでセーブしてね。さあ、乗り越えて。おっと、骸骨が。斧持ってる。あれ？こいつは襲ってこない？なんだこれ？お、押せる。ちょっと押してみよう。よいしょ。オッケー。あ、復活すんのか。なんだ。まあ、進んでいきましょうか。この骸骨はね、お、待ってこれ。地味にむずい、ここ。よいしょ。届いた！オッケー。いっぱいあるね、骸骨が。襲いかからない骸骨が出迎えてくれてる。さあ、一旦セーブして、落ちていきましょう。一回ね、僕が落ちることによって、みんなは失敗しなくなると思うんでね。さ、このレバーは、引かなくていいかな？もうすでに回ってるからね、多分いけると思う。よいしょー。おー、すごいトラップだ。こういう感じで登っていって、次こっちかな？オッケー。いよいよ。さあ、テンポいいね、ここ。来た。さあ、行くぞ。そい、友達は、行けなかったか。よし、さあ、行ってるかな。さあ、ここは、
ロープをちぎるとなんか現れる。危なかったね。そういうことか。ロープに触れないようにジャンプしていくということだね。よいしょ、あっと横、ギリ横だったでしょうか。今僕が触れてたのか、ロープ。だからここまでたどり着いたの僕しかいないね。あれだけプレイヤーいたのに。ここは馬に乗ればいいのかな。あ、プレイヤーも何人か来た。よし、みんな来れてるか。よし、先馬に乗って行っちゃうか。さあ、おーっと、すごいジャンプ力。そして速いね。そしてすごい構造の地形だな。これもうそろそろというか、これ城から脱出だね。城から脱出できてるね。そろそろゴールは近いんじゃないか。あったれ、あっちょまで。危なかった、今ちょうどだった。これヒビが入ってるっていうことは、やっぱ崩れるパターンか。よし、なんとか乗り越えた。あれ？なぜ？なぜかバラバラになった。いや、こんにちは。さあ、ここまでたどり着けた。さて、崩れていってるよ。馬、頑張れ。馬を信じるしかないね。馬、よくやったぞ。馬と合体した。ついに僕、馬と、馬消えたか。なんだ。馬、人間とかでもね、やってきそう。っと、待て。一旦よ、逃げを避けていって。さあ、ここはまたエレベーターかな。よし、みんなで行こう。さあ、ここまでたどり着けたのは、僕を合わせて4人か。よくぞ、ここまで生き残ったな、みんな。さあ、来たぞ。みんなでゴールしよう。さては、ぶったぎられながら、ここは避けていって、こいつにぶったぎられても、死なないんだよね。体力は結構あるのかな。この、キャラね。さあ、登っていって、これは、こっちでいいのかな？ドラゴンがいる！一旦セーブしとこう。これドラゴンは、炎を吹いてくってことね。ここギリギリ大丈夫。ってことはこれは、この隙間、だね、ここ。ここの間にいれば、生きて進めるっていうことか。そういうことね。よいしょー、なぜだ？今触れてた？今炎に触れてたっぽいね。よいしょー。一旦ここで待って。さあ、今だ。進んでいって。急げ。一旦ここで待つ。さあ、行くぞー。みんな、ついてくるんだ。そして、ここで待つ。さあ、進んでいこう。いよいよ、これはいけそうだね。ここまでくぐればいけるよね。もう死なないよね。近い、ドラゴン近いよ。ドラゴンにいたずらしても、何も起こらないね。よかった。さあ、ここは、おっと、すごい長い剣も振り回してる騎士が来た。すべて避けていって、おっと、友達がバラバラになってたか？先進んじゃうか。待て、ここ、扉開かない。あれ？騎士が消えた。わかった。レバー引くと、おう、扉が開くってことだね。扉がオープンした。あ、さっきの、よう3人だね。3人のプレイヤーも来た。よし。なんとか共にゴールしよう。さあ、ここは、落ちないように、ジャンプしていくということだね。騎士がいる！騎士を避けて、オッケー。なんだ？騎士が、わーっと騎士！これなんかジャンプしてくる感じなんだね、この騎士は。初めて騎士にやられた。何発か食らうと、やられちゃうんだね、やっぱあれは。あれ？騎士がいないね。今のうちか。よし、今のうちに戻っていって。よし、ここは落ちないように。よいしょ。いけたー。
さあ、一旦セーブして、細い道を通ってく。ここはなんだかんだ簡単なんだよね。よしよし、慎重に進んで、そして、トゲが下がるのを待って、今だ。よし。登ってく。さあ、そして、次は何を待ってんだ？これか。これ、四角に触れちゃダメってことね。よ。オッケー、もうノーミス。ここまでもうノーミスできちゃうね。そして、これなんだ？闘技場にやってきたね。何かと戦うのか？おっと！騎士を20体倒せってこと？どうやって倒すのこれ。今まで、これ攻撃とかなかったよね。攻撃とかできないんだけど。待て、どうしたらいいんだ。皆が砕けてる。よいしょ。あっと首が取れたね。でもなんか3体倒せたぞ。あ、これ、仲間同士で、切り合わせ、こうね、仲間同士を喧嘩させればいいんだ。あ、待って。普通に踏み潰していける。なるほど。踏み潰して倒す感じだったか、ここ。いよいよ。あーっと、僕の顔です。さあ、残り2体。いくぞ。よいしょ、踏んだ。さあ、20体倒したということで、下の扉が開いた。みんな、待っててくれてた。ありがとうな。みんなで、ゴールに向かおう。さあ、こっちは宝箱があるけど、うまい、休んでいこう。さて、あっと、これはもしかして、ゴールだ！ついに城から脱出できました。今回めちゃくちゃ難かったね。まあ、これみんなと協力しないといけなかったからね、今回は。コイン取って、なんか実績取れました。さあ、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。またね、面白い、この脱出系のロブロックスあればやっていこうと思います。それじゃあ、一旦天国へ行ってきたいと思います。じゃあねー。